こんばんは、シュンパイロットキョウキョウです。さて本日はジャストフライトさんより新たに発売されました有料のオフライン AI トラフィックアドオン FS トラフィックについて取り上げていきます。こちらの有料アドオンを導入することで全世界の空港にトラフィックが出現するようになります。今回はこちらのアドオンの導入方法を含めた内容についてご紹介をしていきます。今回ご紹介する FS トラフィックについては導入することで世界各国にある270を超える航空会社さんが追加されます。またカラーリングについても700以上収録されており世界各国で様々な機体を確認することができます。航空会社さんとカラーリングについては今後の無料のアップデートで増える予定になっています。各機体のモデルには夜間の照明、エンジンファン、フラップの動作、着陸時のスポイラー、スラストリバーサー、ブレーキの煙、飛行機雲、排気エフェクトなどが用意されています。またエンジンの音についてはタービンサウンドスタジオさんと協力をしており、非常にリアルな音を楽しむことができます。これだけの要素を持ちつつ、このアドオンはゲームの負荷がかからない軽い設計になっていることが特徴です。例えば福岡空港で天候をプリセットのフュークラウドに設定した場合、FS トラフィックを起動している状態だと約 46fps になります。アドオンを無効化した状態だと、FPS については約47となっております。オンライントラフィックアドオンで有名な FS LTL を実行した場合約 40fps となります。このようにトラフィックアドオンを実行していてもゲームの FPS に影響を与えることなく遊ぶことができます。それではインストール方法についてご紹介していきます。まずジャストフライトさんのダウンロードページから exe ファイルと zip ファイルを両方ダウンロードします。ダウンロードした zip ファイルについては回答します。ダウンロードした exe ファイルを実行します。インストールのウィザードに沿ってアドオンをインストールします。回答した zip ファイル内を開きます。この中にもセットアップというインストール用のアプリケーションがあるのでこちらも実行します。同じようにインストールのウィザードが開きますのでアドオンのインストールを行います。これでアドオンのインストールは完了です。インストールが完了したら、マイクロソフトフライトシミュレーターを立ち上げます。この FS トラフィックで最高の FPS を出すためには、マイクロソフトフライトシミュレーター側の設定変更が必要となります。オプションを押します。ジェネラルオプションを選択します。トラフィックを押します。各項目の内容を以下のように変更します。エアポートビークルについては1以上になるようにします。AI& マルチプレイヤートラフィックについてはこのように設定します。もしシーフロントシミュレーションズさんからリリースされているグローバルシッピングなどの船のアドオンを同時に使用したい場合は、空港にあるオブジェクトの数に応じて船の設定項目を自分で調節する必要があるので注意してください。設定が終わったら
F11 を押して設定項目を確定します。空港の読み込みが完了したら、マイクロソフトフライトシミュレーターのツールバーを確認し、 FS トラフィックを選択します。一番上の以下をの項目に到着空港の4レターコードを入力します。入力が終わったらコンファームを押します。これで今いる出発空港と到着空港にトラフィックが出現するようになります。あとはこのまま着陸空港に向けてフライトを開始します。トラフィックの密度を変更したい場合は 100% と表示されている部分を変更します。もしトラフィックを消したい場合はリムーブトラフィックを選択し、もう一度トラフィックを出現させたい場合はリジェネレートトラフィックを選択します。この FS トラフィックについては他のオンライン上の情報を使用して動作するトラフィックアドオンと違い、オフラインの情報を使用して動作するトラフィックアドオンになっています。そのためトラフィックの情報を自分で編集することが可能です。トラフィックの内容を自分で編集したい場合は、インストールすると一緒についてくるトラフィックコントロールセンターをダブルクリックします。ダブルクリックすると設定変更用のアプリケーションが起動します。まずはフライトプランマネージャータブに切り替えます。ここでは AI トラフィックのフライトプランの新規作成または編集ができます。まず一番上のサーチの部分に出発空港の4レターコードを入力します。今回は東京国際空港の RJTT を入力します。入力すると下の部分に東京羽田というものが表示されますので、選択した後コンファームを押します。東京国際空港から出発する AI トラフィックのフライトプランが表示されます。左の表に書かれている内容については以下のようになります。出発する時間については現実の時間ではなく、マイクロソフトフライトシミュレーターの時間と連動していることに注意してください。下の曜日の部分で月曜日から日曜日にかけてフライトプランが確認可能になっています。左の表についてはダブルクリックすることで内容を編集することができます。もし新しくフライトプランを作成したい場合はクリエイトニューフライトを押します。そして以下に書かれている内容をそれぞれ打ち込んでいきます。入力が完了したら Add フライトプランを押します。これで AI トラフィックの新しいフライトプランが作成されます。次にエアクラフトマネージャータブを選択します。こちらはさらに3つのタブが用意されています。まず一番最初のリバリーズについては FS トラフィックで読み込まれているトラフィックのリバリーを設定することができます。セレクトエアクラフトを押し、機体の種類を選択します。例として763を選択します。残念ながらこの FS トラフィックについてはボーイング757、767などの主要な航空機が収録されていません。そのためデフォルト状態だと787という別の機体に置き換えられています。ただしこの FS トラフィックにはサードパーティー製のトラフィックアドオンを読み込む能力を持っており、足りない機体を表示させることが可能です。例として FS-LTL に収録されているボーイング767を読み込む設定に書き換えたいと思います。以下に表示されているようなリンクをたどり、エアクラフト CFG ファイルを開きます。タイトルの部分をコピーします。リバリー1を削除し、コピーした内容を貼り付けます。これで FS-LTL にあるボーイング767が読み込まれるようになります。次にグラウンドサービスタブを押します。こちらはマイクロソフトフライトシミュレーターのレンダリングに関する設定画面となります。マイクロソフトフライトシミュレーターには一度にレンダリングできる量に限界があり、例えば GSX プロや船のアドオンと一緒に今回の FS トラフィックを導入した場合、一部空港のボーディングブリッジが消えてしまったり、最悪全ての建物が消えてしまう場合があります。レンダリングする量を減らすことで最悪の状況を回避することができます。ここではそのレンダリングする量を減らす目的として AI トラフィックのグラウンドサービスを無効にする設定ができます。チェックされた項目については有効になっているグラウンドサービスになっています。外す場合はチェックを外すか、
セットのグランドサービスを押すことで全てのチェックが外れます。モデルマッチングタブについてはバッドシム等でフライトをしている際、自分以外のリバリーを設定する際に使用する項目となります。設定する場合は VMR ファイルが必要となります。次にルートマネージャータブを押します。ここでは AI トラフィックが飛ぶルートを設定します。ルートについては SIM ブリーフで作成を行い、キャプテン SIM と書かれたプランファイルをダウンロードします。または Microsoft フライトシミュレーターでルートを作成し、 More を押した後ロード&セーブを押します。セーブトゥディス PC を押し、プランファイルを作成します。一番上の部分に出発空港の4レターコードを入力します。下の矢印キーを押します。そして到着する空港を選択します。インポートオルタネートフライトを押します。作成したプランファイルを選択します。確認の画面が表示されますので、はいを押します。これで AI 機が飛ぶルートを設定することができます。最後にオプションタブの紹介です。まずトラフィックオプションで、もし FS トラフィックに収録されていない機体が出てきてしまった場合の対処方法を選択します。 Use Fallback Texture を使用すると、白い機体が表示されるようになります。オルタネートリバリーを選択すると、航空会社に合わせた別の機体が選択されます。一番最後の No Substitution については表示しないようにするオプションになります。その下の Time Before Departure については、出発何分前の機体が空港に留まっているかを設定します。デフォルトの場合120分となっています。その下の Enable Disable FS Traffic については、この FS トラフィックを有効にするか、それとも無効にするかといった設定になります。パフォーマンスオプションにあるロッドセッティングとテクスチャーディテールについては、機体の解像度を変更するオプションになります。こちらはお好みで設定してください。一番下のマップオプションズについては、フライトプランマネージャーとルートマネージャーに表示されているマップのデータをGoogle 製のものを使用するか、Bing 製のものを使用するかを設定します。最後にレビューとしてメリット、デメリットを挙げたいと思います。まずメリットについて、こちらは非常に簡単なインストールでアドオンを追加することができ、トラフィックアドオンを動かすために追加のアプリケーションを起動する必要がなく、ただトラフィックを追加して飛びたいといった方には非常におすすめとなります。またトラフィックアドオンとしては珍しく、ゲームにかかる負荷が少ないようにできており、トラフィックを追加していても問題なくフライトを完了させることができます。次にデメリットについてです。こちらは追加するトラフィックに現実のようなフライトプランを飛行させたい、または現実のフライト時間に合わせてフライトを開始してほしい、そのようにしたい場合は設定ファイルを変更して時間やルートを自分で設定する必要があります。すべて設定する場合は面倒な作業になりますので、その場合はフリーで公開されている FS LTL または AIG AI トラフィックをお勧めいたします。また船のアドオンと共存が難しいアドオンになっていますので、その場合は別のトラフィックアドオンをお勧めいたします。FS トラフィックアドオンについてご紹介をいたしました。インストールや起動が非常に楽なトラフィックアドオンになっています。もしご興味がある場合、購入を検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。